本日のテーマ、ジャニーズ問題は企業だけでない、ジャニーズと政治家の癒着というテーマでお送りしたいと思います。安倍政権もジャニタレを徹底利用、政治家に問われるジャニー喜多川の性被害のだんまりの重大責任から引用したいと思います。ジャニーズ事務所を徹底利用した安倍政権の責任、政治責任も問われなければならない。ジャニーさんへのエンターテインメントへの熱い思い、託したバトンは必ずやジュリーさん、滝沢さんをはじめ次の時代を担うジャニーズの皆様へとしっかりと受け継がれていくと私は確信しております。2018年には福島復興を支援してきた TOKIO のメンバーと首相官邸内で懇談し、2019年5月には行きつけのピザ店で会食している。翌月の G20 の大阪サミット開幕前日には首脳会談の合間を縫って関ジャニの村上信五のインタビューを受け、2020年の元旦にはラジオ新春番組で V6 の岡田准一と対談。2019年の11月には嵐の東京ドームコンサートに足を運び、ステージ裏ではメンバーと面会している。この数日前に嵐が天皇即位を祝う国民式典で奉納曲を披露していた。そもそも安倍長期政権の時代はジャニーズタレントの報道進出の時期と重なる。日本テレビではキャスターを務める櫻井翔をはじめ、同じ日テレ系ニューズエブリデイのキャスターに小山慎一郎が、 TBS の MC に国分太一が抜擢された。今でもサンデーライブテレビ朝日に東山紀之が、小一日テレに中丸雄一が出演と、所属タレントが政治を扱う報道情報番組に出演中だ。要は安倍氏のジャニーズ接近は民放の政権批判を封じ込めようとする狙いもあったのかもしれない。一方、 SNS での性被害者当事者らへの誹謗中傷がエスカレートしている。これらは尊厳を踏みにじる二次被害であり、専門家は加害にあたる投稿を正当な批判と思い込んでいることが多いと指摘する。まあ感想ですね。内容欄に書いたが、ジャニー喜多川率いるジャニーズ事務所は石原慎太郎から始まり、中曽根康弘で完成した。芸能界の権力を全て握った。そして安倍政権で安倍御用達タレント事務所となった。つまり安倍政権延命のための広告塔としてジャニーズはそのお気に入りとして君臨した。そもそも報道番組というのはジャーナリストが責任を持ってやるべきものでございます。例えば桜井よし子、田原幸太郎、久米宏、筑紫哲也などキャスターがニュースを取材し記事にし発表することができる人間が最後まで責任を持って報道するのがニュース番組なのでございます。それをジャニーズの、ね、バカ態度もだらけにした原因が安倍晋三であったというのはこの記事でも明らかでございます。その結果、このニュース番組が本来の役割を果たせずに、ただペーパーを読むためだけの番組になってしまいました。それに伴って報道されるべきことが報道されなくなってしまいました。こういう形ですね。まあ小泉安倍さんの時もちょっと大気厳しかったですね。まあ福田さん、麻生さんとどんどん報道が自由になってきました。意外に麻生さん報道自由だったんだなっていうのは分かりますね。それで鳩山さんの時は11位、これが一番良かったんですが、だんだんまあ菅直人になって、菅直人なんて麻生よりも低かったと。
で野田ブーになって53位、もう安倍さんになったやつですね、あの72位まで落ちて、まあ統制コンビは仲がいいと、だから祝辞を読んだというとことじゃないでしょうかね、野田ブーブーさんね。まあ報道が不自由になるだけではなく、そもそも報道を伝える能力なんてないに等しい、性被害とダンスと歌しかない脳なしタレントが伝えるニュースが大手を振り始めた。これだったら大本営発表の方がマシだと思うのでございます。安倍氏は亡くなり、ジャニーズの排除行為が暴露されてもタレントは罪がないとかと言って公共放送に偽り続けるジャニーズ所属のキャスターたち、こいつらを追い出すためには令和の極東裁判でも食らわなければやめないのかということで、しつこいとしか言えないと思います。呆れてものが言えない、そして皆様に言いたい、少なくとも民放のテレビを見る、テレビニュースを見るのをやめようということを訴えたいと思います。これを運動にしたいというところで、ご清聴ありがとうございました。終わります。